京王線千歳烏山駅より歩いて1分。2023年3月11日、生涯現役フェアが開かれます。このイベントは、生涯現役ネットワークに登録された健康づくり、仲間づくり、地域活動、社会貢献、ボランティア、環境問題、学びなどなどに取り組んでいる約50の団体が出展。今年で16回目になります。それでは早速会場に入ってみましょう。ホールの入り口です。ここではこれからピーター・バラカンさんのトークショーが行われます。参加費500円ですが、大変な人気で定数300名の会場はほぼいっぱいです。第16回生涯現役フェアを開催いたします。大勢の方に来ていただき、とても幸せな気分です。どうぞ最後までお楽しみください。皆さんこんにちは。生涯現役ネットワーク、3年ぶりにですね、オンラインではなくて実際にこういった会場で開催されるということで、とても嬉しく思っております。新しい区民会館も来年1月にはできますので、ぜひですね、生涯現役の皆さんのパワーで、新しい区民会館も使っていただきたいなと思います。今日は開催おめでとうございます。区長保坂信人のご挨拶終わります。今日3月11日、東日本大震災から12年になりますね。あの日、おそらく皆さん忘れることはないと思います。僕も忘れません。寒かったんです、あの時。今日こんなに T シャツ1枚でいられるなんて考えられないような3月のこの時期なんですけど、あの時の寒さはなんか、気温だけじゃなくて、もう頭の中までこうかなり冷え込んでましたね。ある程度の復興ができてますけど、まだまだ、課題がたくさん残っているような、そんな気がしますね。今日はその話をするわけではないけれど、今日3月11日ということで、普段はね、洋楽を紹介することの方が圧倒的に多いんですけれど、今日は逆にしました。日本の音楽を、しかも中には僕が紹介しなければおそらく皆さんの耳に入らないかもしれない、ような曲もありますけれど、お付き合いいただければと思います。短い時間ですけど、でも覚えてる方どのぐらいいますか？あ、よかった僕は日本に来たのは1974年です。今から49年前で、かなりね、これからこのバンドが話題になっていくと思いますので、ぜひ皆さん、ミニオクルセイダース、今日聴くのが初めてだったら注目してください。素晴らしいバンドです。ありがとうございます。ということで、僕の時間がもういっぱいで、これで失礼いたしますけれど、僕の本を少し、どこかで販売しているので、もしよければ手に取ってみてください。もちろん買った方にもサインしますし、買わなくても紙切れでもなんでもサインします捕まえてください。しばらくいますので、今日はご清聴ありがとうございます。
NPO 法人日本サルサ協会理事の高取美佐子と申します。今日はですね、シニア世代のダンサーの皆さんは大人になってからダンスを始められました。日頃のダンスの練習の成果をぜひ楽しんでください。Canciones en mi mente y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada.皆さんこんにちは。中高年社交ダンスのみんなが集まりました、我々はこれから誰とでも、世界中の誰とでも踊れるような社交ダンスを皆さんにご紹介したいと思います。それでは皆さん準備ですか？はい、じゃあ音楽スタートお願いします。それからウィンナーワルツも続きます。次に飾った曲はルンバという曲です。2、3、4、1と1を除いて数えて踊っていきます。ワンは、動きません。体重移動はしますけど動きません。皆さんどうもありがとうございました。ネットで
中高年社交ダンスと言いますと私たちのにアクセスすぐできます。そこに今日のダンスや紹介が全部載っております。よろしくお願いします。ありがとうございました。ランティアムは世田谷区で活動をする南インド古典舞踊バラタナティアムのグループです。バラタナティアム、初めて私も聞いたんですけれども、このバラタナティアムとはインドで最もポピュラーな古典舞踊の一つだそうです。厳格なステップに合わせてヒンドゥー教の神話を表現しているとのことでした。本日は初舞台の新人3人を含めた13人での舞台となるそうです。それではナティアムの皆さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、南インド古典舞踊バラタナティアムをご覧いただいております。この舞踊はヒンドゥー教の寺院に奉納されていた巫女舞でした。基本のステップを習得すると、そのステップの組み合わせでいろいろな演目を踊ることができます。それではご覧ください。ダランクタカディクタカタディクナポーセイディリテイディリテイセイディリテイディリテイディリテイですから、私今だいたい日だまり館でやっておりますけど、日曜日です。日曜日の11時から 13時までやっておりますけども、必ず歪みを取ってからポーズをするということをやっています。でもう一つ皆さんにヨガをやっていて申し上げたいことは、元気と健康は違うということで、元気っていうのは骨格筋を動かせばいいわけですね。ジムで骨格筋を動かせれば元気です。で目をですね、2本の指を目の上を123123、これ両方ですね、123やって、下も123123で、眉毛の方123123で、目の下1センチほど下123123、両方の目ね、やるだけで誰も白内障だ緑内障だ飛び火なんかなる人いません。でその呼吸の仕方を通してポーズをするわけです。で
よく私できませんからとかっておっしゃる方いるんですけども、今さらオリンピックに出るわけでもファッションショーに出るわけでもないわけですから、できなくてもいいの。内臓さえ柔らかく上がればいいんですね。そういうのでことを、私は中心にだいたい今日だまり館で、日曜日11時から13時までやっても、ぼつぼつ定員が増えるかも、もう多いかもしれませんけれども、お部屋は広いですから、皆さんおやりになりたい方はどうぞいらっしゃってください。次はですね、生涯現役フェアではもうおなじみという、小林さんの脳トレ教室元気にハイです。では小林さん、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ありがとうございます。はい、ただいまから全員参加で面白スクール脳トレ教室元気にハイ、はい、始めます。はい、お願いします。はい、それではですね、今日の脳トレはですね、さあ日本のですね昔話、童話をします。童話のね、いいですか。さあ日本の昔話たくさんあります。いいですか。今日はですね、日本の昔話に、歌がある、いいですか、歌がある、昔話を、皆さんで考えてもらいます。いいですか。さあ日本の昔話、ね、昔あるところいろいろありますよね。はい、さあ日本の昔話、歌があるもの、歌がついてるね。はい、さあ分かる方どうぞ。はい、拍手お願いします。拍手お願いします。はい、どうぞ。浦島太郎、いいですね。はい、拍手お願いします。ああ浦島太郎、いいですか、ね、浦島太郎さんはね、亀を助けてね、竜宮城に行きますね。さあ浦島太郎の歌がありますね。さあ皆さん歌いますよ。最初の出だしは、はい、そうですね、昔浦島、いいですね。はい、大きな声でお願いしますね。2番もできますよ。3、はい、昔浦島は、はい、助けたかれよなのやらラランランラするって今みたいになるんですよ、ね、
それから特に今ちょっと話題になってて我々の魅力ではどうしようもないんですが、ウクライナとロシアの戦争ね、あの中にも随分出てくるんですね。まあ、我々どうしようもないんで全くこう見てるっていう、まあ、ちょっと不安ない感じがしてるんですけどね、あの中でもいわゆるフェイクニュースっていうのが出てくるんですね。だからそうで、それをこう例えば漫才するとこうなんですね。おちゃんよ、なんだしんちゃん、すごいね、あのフェイクニュースってのはどうしようもない。どうしようもないね、うん、だけどあれ昔からあるんだよ。昔からフェイクニュースってあるの？あるじゃん。どんなあったの？何言ってんだよ。大本営発表時間の関係があるんでまだいいんですけど、意外にやりますね。こういうの、もんちゃんよ、なんだしんちゃん、俺の友達でさ、離婚したくって離婚したくってしょうがないんだけど、なかなか離婚できなくて困ってるやつがいるんだよ。しんちゃんの友達 で、その友達は何つってんの？友達が言うにはね、治りかけた風邪だっつんだよね。それってどういう意味なの？熱は冷めたけど、咳が抜けないんだってさ。劇団世田谷創作紙芝居という団体でして、今年で4月でちょうどもう15年になります。今日やる作品は桜田門外の変というですね、結構ヘビーな作品なんですけども、一つはですね、これ世田谷絡みだっていうのは、井伊直輔が豪徳寺にお墓があるご存じだと思いますけども、それから松陰神社に吉田松陰の墓があるということですね。でこういう結びつきがありながらですね、私が実はこの作品を作っていてですね、井伊直輔っていうのは当時の幕閣の中で、トップ2にいるんですね。征夷大将軍の次が井伊直輔の立場ですね。で、暗殺集団はですね、水戸藩ですよね。で水戸藩っていうのはやっぱり徳川家じゃないですか。徳川御三家ですよね。だからこの身内の中でですね、なぜ殺し合いが起きたのかっていうことをすごい疑問に思ってたんですよ。でそれを今日この中でですね、ちゃんとお話しします。お話し伝えます。ですからその辺をですね、ぜひ今日は注目してみていただきたい。その結果、日本はアジア諸国のように植民地にならず、アヘンにも侵されず、島一つ割譲されず、明治を迎えることができたんだ。明治政府が樹立されたのは桜田門外の変からおよそ8年後のことであった。おしまい。来た兄弟や他の種類の草たち、それにすでに穂が出ているご年配の草々で、もう一つ、作品ですね、コミカンソーとエノコログサという作品があるんですけどね。でこの作品はですね、もう10年も前に、松沢小学校の4年生がですね、私たちの授業を、紙芝居制作の授業をやった時にできた作品がこの作品なんですね。でどうやって作るかという時に子どもたちに教えたのはですね、擬人法という方法を教えたんですね。で擬人法を使うとですね、大概の物語が面白くなるんですね。でこれもやはりそうなんですね。コミカンソーっていう擬人法なんです。それではですね、身近な野鳥でということで、バードウォッチングを楽しみましょうということで進めさせていただきます。まず野鳥ボランティア、これはですね、ちょっと下の方に皆さんにもポスターが
パンフレットが言ってるかと思うんですが、共に学び楽しむということ、それから調査報告ガイドする、保全する、こういった4本の柱で進めております。で、バードウォッチングは季節や場所を問わず誰でも気軽に楽しい趣味です。どんな環境にも野鳥たちは生息しておりますので、まず身近な野鳥を覗いてみましょう。世田谷の自然環境はもうご覧の通りです。あまり詳しくは始めません。もうだいぶちょっと時間が押しているようでございますが、これはセーマーなんですが、このセーマーというのは垂直のコンクリートにこう囲まれておりますので、水鳥にとっては非常に安全な場所なんですね。ですから冬は非常にコンが多く飛来してきます。さて、先ほどちょっと冒頭に言いましたが、野鳥はですね、今までたくさん見ております。その中でですね、もうとにかくよりどり緑なんですが、カルガモの親子ということと、そしてもう一つはですね、カワセミの親子の2つだけちょっとご紹介させていただきますと、この言葉はですね、日本野鳥の会の創設者である中西五藤さんのお言葉でございます。でこれを最後に、終わりとさせていただきます。どうもありがとうございます。原田さん、今の出てきたお写真というのは全部原田さんがお立ちになったお写真でしたっけ？あの一部ですね、はい、1、2枚ちょっと仲間からお借りしたのがございますが、はい、あとはほとんど、はい、私の仕事写真の、はい、いえ、貴重な瞬間を捉えた写真がたくさんありましたけれども、はい、私も以前見せていただいて、はい、お撮りになったものがほとんどだというのを聞いてとても驚きました、はい、そして世田谷区内ので撮影されたものという、はい、それで写真ですよね、はい、世田谷区内いろんな川や小川があって、最初にもね、いろんな環境が豊かだということでしたけれども、またぜひね、これからツバメがやってきたりとか季節になるかと思いますけれども、身近な鳥たちにも目を向けてみたいなというふうに思いました。ありがとうございました。冒頭申し上げましょう、本当に野鳥は大好きです。よりどり緑ですから、どうぞご興味のある方は野鳥ボランティアにお越しください。今日は本当に天気も良くて大勢の人に来てもらいました。いろいろなことを企画して大体今のところうまくいってる感じがします。それから教育委員会から感謝状をくれたの、すごいですね。これすごいですよ。Thank you.
はい、はい、烏山デーゲーム、毎月第2土曜日、はい、今日第2土曜日ですね、ちょうどね、季節外れの雪が降ってる、東京で見る雪はこれが最後ねと。世田谷区にはシニア世代が元気に活躍できる団体がたくさんあります。そのシニアの団体が集まって活動しているのが、このイベントを主催している世田谷生涯現役ネットワークです。あなたは地域で何かをやってみたいと思ったことはありますか？様々な地域活動団体は、経験や知識を生かして地域活動に参加したいと考えている方を求めています。世田谷生涯現役ネットワークは、生涯現役を共通テーマとする世田谷区を拠点とする団体が結集し、中高年世代の皆さんの地域活動への参加、参画をする機会を広げるための組織として、2007年に創設されました。参加している団体は、まちづくり、福祉、環境、健康づくりや仲間づくりなど多彩な活動をしています。ぜひ、ご一緒に地域活動をしましょう。すでに世田谷区で活動を始めている団体にとっては、世田谷生涯現役ネットワークの登録団体となると、会員募集活動が効果的にでき、他団体との情報交換や共同イベント開催など、活動の広がりが期待できます。さらに、区の施設でのチラシ配布など区の支援も得られるなど多くのメリットがあります。